やばいね。久しぶりにビール飲んだ。だね、ロックは飲まないもんね。でもいつもゴリゴリ飲んだったりするから。うまっ、ね、ごま効いてる。かわいそうに、そのケチはバイク忘れたから取り行ってね。バイク忘れたの誰だ。みんな。なんで、ママ関係ないじゃん。だってみんなじゃん。ママ、おごらせられたんだじゃん。金づる。拾った今の、使って。金づるって言われる。普段はちゃんと親のすねかじってないで生きてるから大丈夫。居酒屋ではかじらない。たまにじゃん。年に一回こっちがかじってない親のすね吸ってる。数ぐらいじゃない。かじるまでいかんじゃん。数まで行ったらなんかしゃぶり尽くした感じする。逆に、うん、逆に。マイク取りに行っていただいてありがとうございます。大丈夫ですよ。うい。ねえ、このお通し食べてめっちゃうまい。うまっ。この店自体ってそううまいよね。うまい。しかもさ、高くないの。うん、あのさ、うしゃとろってなんだろうね。あとエシャトロって何ですか。左の電車でのところ右トロ混ぜ合わせて食べてください。トイズもね、いや、マイクもだ。でもまだ暑いよ。暑いよ、猫舌だから。そこフルネーム入っちゃって。ついてくれ。見た、怒る方がグランプしたりしてる。ママと私だったら私の方が偉いからね。だって怒ってもらう方が偉い。そうだよ、だって怒ってもらうんだよ。偉いに決まってるじゃん。そうだよ、偉いから奢ってもらえるんだよ。私たちグループはね、いつもではないや。うん、うん、めっちゃうまいけど、あなたたちはまだ食べれません。骨がまず、あっちあっち、身というより色がうまそう、タレが。うん、めっちゃうまい。絶対美味しいやつだよ、こんな。リコがでもこの前作ったさ、あの世界のやめちゃん風をリコが作ったやつ、ね、そう。いや、甘辛のうまいやつ。うん、もう見るからに甘辛のうまいやつ。ママはさ、手を汚したくない派だからさ、でしかもそのね、身のないヘロヘロのとこ食べたい派だからさ。わかる、ここじゃ。そう、どこうまいよね。この指がうめえじゃん。ポテチでも何も指がうめえじゃんね。お腹空きすぎてすごい食べちゃう。食べようと思ったらまた行く。食い尽くす系。何なの今、リコピンタコでは食いつくし系っていうワードが流行ってるの。でもさ、一口ちょうだいっていうのを嫌がる人もいるじゃん。あ、そうそうそう、うん、なんでじゃあてめえで頼むよみたいな人もいるじゃん。物によるよね、でも。そうだね、そうだね。まあ俺別にいいけどね。うん、リコも別に、いや心せばって思う。鶏をね、仕入れたばかだからね、今日手羽がおすすめですよって言われたの。鶏がじゃあうまいじゃん。エシャトロ。すぐに匂い嗅いじゃう癖。あんま良くないよね、でもね、お行儀がね。やめな、外でやめなって言われたことある。うまいに決まってるよ。うまいね。ネギトロ自体好きだけどさ、でエシャロット自体も好きだけどさ、合わせるとうまいんだね。予想を超えてきたね。うまっ。居酒屋とかさ、飲み屋行くとさ、創作レシピみたいなのあってさ、これ自分の脳の刺激になるよね、次の料理作るときとかに。時々外で美味しいものを食べないと、うん、自分にない発想が生まれないから、うん、家で作るときにアイデアが狭まるよね。これうまいな。うまいね。スケークのタレかな。そうだよ。絶対違うわ。絶対そうだよ。ねえねえ、大事なもの頼むの忘れした。ねえ、ごめんなさい、あれ大事なもの頼むの忘れした。はい、あの例の軟骨。やります、やります。例のあれも多めで、はい、例のやつ多めの方です。もうあれなしで売られない体。あれハマったもんね。これさ、めっちゃうまいやつじゃん。うめしそたつた。じゃあ猫舌さんたちを差し置いて行ってきますわ。うまくないわけがないよ。食わなくてもいいかなと思い始めてる。
この人さ、熱いものを食べてさ、その熱いものを口に含んだまんますぐ酒を飲むからさ、酒とさ、ご飯の味混じっちゃうじゃん。でもどうせみんな混ぜるらしくてじゃん。いや、飲み込んでから飲むからいいの。はい、変わってるね。変わってね。酒で流し込んだら味がわからないなら。そうだよ。味わいたいじゃん。あー。例のあれ来た。例のあれ。やったー。かな乗ってる。例のあれ多め。例のあれ足りなかったら、買ってきてね。了解です。あざます。そうだよ、卓上にないから。例のあれはね、卓上にはね、そうだよね、基本ないから。ほんとこれ癖になるよね。癖になる。中毒だよ、中毒。これこれ何なんだろう、ね、良いつもりに一見普通の軟骨かと思いきや砂糖がけ軟骨っていうね。うん、あんのかな、やってるとこ。どっかの郷土料理とかあんのかな。ママいろんなとこ行ったことあるけど、一回も見たことないよ。じゃあここが世界の中心だ。うん、砂糖。うちママいとこじゃん。舐めるポップコーンでしか言わないよ。砂糖めっちゃ乗ってるとこ。これはね、中毒性がある。ね、熱くてもつい食べちゃった。マジで一回やった方がいい。本当に意味がわかんないんだよ。なんで砂糖と合うのか意味がわかんない。初めて来た時だよね、ここに。大将が塩と砂糖間違えて。小声で言う、うん、でも俺らなんかこういうもんだと思ったんだもん、ね、そう、珍しい、甘いんだここのまま、そしたら、ね、あ、間違えちゃいました。大将がすぐ買いに来たんでしょ。そう、でも買えるって言ったけど、いいです、いいです、これがうまい、ここそっからドハマりして。そう、もうだから裏メニューだよね。うん、予約する時もさ、例のあれのあれですみたいな。ママが前回来た時にさ、ママ普通に鶏の軟骨唐揚げ好きなのに、うん、言わずに食べさせたやつ、うん、びっくりしたもん。脳が本当にバグる。美味しい。これ最高だよね。え、グレープフルーツにはどっち？塩砂糖。ママは塩よ。本当？うん？え、グレープフルーツ何かけて食べるの？そのままでも食べるけど、塩とか砂糖かけて食べる人に巻かれたりするよねけど、うん、そこに砂糖派塩派があることすら知らんかった。うん、そう。今度グレープフルーツ買ったら半分ずつ食べてみるか、うん、塩と砂糖でね、うんうん、あれのあれうまこれ本当やみつきだよね。例のあれは多ければ多いほど、うん、偶然が生んだ産物ってこういうことだよね。うん、サヨタンだ、サヨタン。うん、わさびが効いちゃったの。ってなってる。この顔映したい。ってなってる。ねえ、これ効くよね。うん、あんた。ダメだよ、イカとか海景はすごい効いちゃうよ。わさび？うん、それ一般人の話でしょ。さっき一番食らってたやつ、ほら泣いてる。こんなんなってる。何回来るの？スイカやってこう。ねえ、ちょっと待って、涙出てるよ。涙出てる。じゃだから言ったじゃん、イカとか海景はわさびすごい効いちゃうよって言ったじゃん。じゃあ、もうやったのか。それぐらいの何か、すごいよね、このわさびさ、過去最強にさ、効くかもしらん。エビマヨ、おいしそう。え、もういけるの。エビマヨ冷ましたこ、うん、え、でもエビマヨそんな熱くないよ。リコのさ、これそんな熱くないより何回私たち騙されてるかね。そうそう、だとすれば騙される方が悪いじゃん。だってリコ的には本当に熱くないもん、別に。でリコもともと猫舌だったじゃん。だけど猫舌を治したっていうか、治ったじゃん、うん、あれ何でかっていうと、例えば今出てきたエビマヨ、うん、絶対あったかいうちに食べた方が美味しいじゃんとか、お肉とかもそうだけどさ、冷めたらさ、お肉の油ちょっと固まっちゃうじゃん、うん、熱いうちの方がお肉の油がじわっとして美味しいじゃんとかって、うん、で持って食べた時に世界が変わるぐらいうまかったの。猫舌って損するなって思ったわけ。そしたらね、もう熱いとか痛いとかじゃなくて食欲の方が勝った。上あごの皮がめくれようとも、そう、関係ねえ。ベロがずっとヒリヒリしようとも、ベロなんかすぐ治る。でもやっぱ優勝はこの砂糖軟骨よね。うん、
これはね、絶対的な優勝。普通レモンかけたりするけど、レモンとかもいらんの、うん、そうそう、この砂糖軟骨に関しては絶対レモンかけない方がうまい。アスパラチーズー、やばい、うまっ。意外となかなかさ、ハズレがない居酒屋ってさ、結構レアじゃない？うんうん、好みにもよるけどさ、うん、美味しい居酒屋さんって何個かママの中にあるの、うんうん、でもあの居酒屋のあれはハズレ、あるあるある、これ好みの問題だけど、うん、この居酒屋はね、ハズレじゃない、うん、さよりちゃん、キスとかアジのさ、骨だったらさ、素揚げにしてもらったりするじゃん。さよりがこうなってる海苔が初めて見たからさ。確かね、まあさばいた感覚で言うと、さよりはちょっと骨が硬かった気がするの。うん、さよりでも結構さばいたことないかも。でもメイクめっちゃ綺麗だね、鮮度がね、良き。うわ、これ絶対やばくないかな、わさびの量。いや、気をつけて。やばいね、なんかいなく。最初全然来ないからね、体勢ついてきたかなって思ったの。後から来るよね、これ、うん、これでこ、うん、こんなになってる。この量はね、わさびと食いのままでも2回来た。うんうん、リクも言って、すっごいんだから、すっごいんだから。でもこのわさび美味しい、美味しい、美味しいから食べちゃう。ホタルイカのお気づけ、お気づけ。わさびどんくらいかな？こんぐらい、多いな、もっとでしょ。美味しく食べたいから。顔鼻がエフワンカーみたいな。すごいじゃん、高級の鼻だね。鼻がエフワンカー、エフワンカー6ぐらい来たかもしれないな。でもさ、一人でさ、さばいてる割にはさ、料理出てくるの早いよね。一人でさばいてる割には料理出てくるの早いなって思ったら、うんうん、でも、だいたい何が失敗してる。あー、わかる。ここはさ、完成度高いよね、うん、外れがない。そうそう、ない。自分自でさ、作っててもさ、ボケてたりとか、早くやんなきゃで焦ってると、この炒め物にキャベツを入れたかったのに違う方にキャベツ入れちゃったりとかしょってなって、急遽メニュー変更したりする。そこで何回かあるよね、間違えちゃったって、うん、最後の一滴まで。酒の一滴は血の一滴だから、新品です。あ、ねえ、忘れてた。何？こんばんは、リコピンです。今？忘れた。いい音したね。山芋ステーキ届いたけどさ、絶対熱くて持てないからさ、こんな感じ。踊っている。うん、結構どこのお店にもあるじゃん。あるけど店によってすごい味変わる。変わる変わる。ちょっと今緊急で動画回してるんですけど。動画でも回してたじゃん。どういうことですか。今一回切ってさ、またつけたから。緊急のやつはね、酒飲まないでしょ。さっきさ、例のあれさ、食べたじゃん、裏メニュー。もうすでに恋しくなってきた。そう、ママもね、実はね、おかわりしたいぐらい美味しい、ね、今日さ、トマスラ頼みたいなって思ったんだけどさ、結局今日もさ、わんぱく居酒屋 やっちゃった。そう、クラキフライ。ママ無理だもん、暑いんだ。暑いんじゃなくて、うまい、うまいでしょうね。うまい、うまい匂いしてるもん。人間ってね、なんで美味しい時ってね、苦しい顔するんでしょうかね。美味しい時に苦しい顔しない人もいるよね。結構なんか苦しい顔するよね。でも苦しい顔する人がほぼじゃない。ということで今日は居酒屋で飲んでね、帰ってきたんですけども、この後もまたちょっと飲みますけども、はい。
こんな感じでね、一応多分 YouTube ライブの日にちは24日の8時頃になるんじゃないかと思いますけども、皆さんよかったら来ていただいて、私ぼっちは寂しいのでキッチンドリンカーを開催しますので、みんなと一緒に乾杯したいです。今日行ったジンダイニングキラさん、いつもキラさんって言ってるからあれなんだけど、たまにね行かしてもらうんですけども、まあめちゃめちゃいい人で、何食ってもうまいし、ポスターとかあるなら飾りますとかって言ってくれたんで、今度スッて作ってスッてズグズグしくおなしゃんすっていきたいと思います。それではゆっくり飲んでいきたいと思います。あざした、また一緒に飲みましょう。じゃあねー。Ugh.